どうもクライムです。まずはチャンネル登録といいねボタンお願いします。さて栃木テレビさんがもう勘弁してよといった内容についての報道をされていました、まあ、読んでいきましょうか。日本人の死因1位、がん対策で栃木県がファイザーと連携協定だそうです。これ結構最近のニュースですね。ちょっとこちらご覧いただきましょうか。日本人の死因で一番多いがんの対策を進めようと栃木県は今日アメリカの大手製薬会社と連携協定を結びました。県とがん対策に関する協定を結んだのはアメリカに本社を置くファイザーです。ジョン・ポール・プリシーの取締役執行役員が県庁を訪れ福田富一知事と協定書にサインを交わしました。がんに関する協定をファイザーと結ぶのは栃木県が全国で初めてになるということです。締結式で福田知事はファイザーとがん患者の支援に取り組めることは県の対策を大きく推進できると期待していると挨拶しました。これに対しプリシーの執行役員はこの協定は今後のがん対策の連携に重要な意味を持つ、がんに対する啓蒙や教育をサポートしたいと述べました。がんは日本人の2人に1人がかかり、このうち3人に1人が亡くなると言われています。最新のまとめで県内では2019年に1万5000件余りが新たにがんと診断されています。ファイザーが開発する製品のうち半分はがんに関するもので、今後県は提供された啓発用教材をイベントで配布したり、医療従事者向けのシンポジウムをファイザーと一緒に開催したりする予定です。皆さんはどう思われましたか？これで国民の安心安全が担保されたと思いますが、思いますか？まあ、私もね、以前から抗がん剤等についていろいろ動画上げてますけども、もう本当やってくれてんな感じなんですが、そういえば先日ね、まあ私動画でも上げましたが、こちら、まあ元ファイザー社員の方が、まあ、何とおっしゃっていたか、ちょっとこれまた再度、まあ、確認しておいていただきましょうか。ではどうぞ。もうそういった間違った日本の医療というもの、例えばですね、僕が勤めた P 社というのはですね、月の頭にがんの患者を10人探してこいと、そしたら1000万ぐらいの売り上げ上がるわけです。要は株式会社の使命は売り上げ上げて利益上げて株主を儲けさせることですよ。なるほどね、まあ、元社員がこのようにおっしゃってるんですけどね、まあ、ということで、まあ、これ今のところね、栃木県だけかもしれませんけども、まだこの人たち日本に居座ってるんですね。まあ、またこれについては追ってまあ、続行するかもしれません。今回は以上とさせていただきます。では、また。